そうそう、私たち聞いちゃって屋上で岩屋さんとあすみさんが喋ってるの。えそうそうそう、それさらにそこに福島ちゃん登場みたいな、ね、そしたら岩屋さん帰っちゃって、それでそれで、ね、あすみさんが福島ちゃんに、ごめん、休みは彼女と過ごすことに決めてるんだ。だっちゃーい、かっこいい。ごめん、休みは彼女と過ごすことに決めてるんだ。彼女？そう、岩屋と。それに一応家にも彼女しか入れない主義なんだ。そういう硬派なところもかっこいいよね。私はなんて幸せな大バカ者なんだろう。